皆様、ズラスビッチユースケンでございます。最近ラルクのライブが恋しいです。ユースケンでございます。よろしくどうぞ。はい、ということでですね、このチャンネルではですね、音楽に関する動画中心に投稿しておりますので、音楽好きな方はぜひともチャンネル登録、高評価お願いできればと思います。皆様いつもご声援ありがとうございます。はい、ということですね、で今回なんですけども、まあ、毎年ね、4月1日といえば、まあ、エイプリルフールってところで、まあ、いろんな何ですかね、企業ですとか、あとは、まあ、アーティスト、ミュージシャンとか、いろんなね、のが、まあ、主にツイッターとかですね、エイプリルフールネタを、こう、まあ、毎年やってるんですけども、まあ、なんかもう精度がね、もう最近高すぎて、なんかもう、一瞬本当かすかどうかわかんないですよね。っていう、なんか一例でですね、我々の大好きなラルク・アンジェルのリーダーのてっちゃんがですね、ライク・アン・エンジェル、はい、ファーストライブやるみたいなのが4月1日にドーンってこう告知流れて、またまた、うわ、すごいエイプリルフールネタやりますね、てっちゃんって思ってたらですよ、4月2日に、なんとこれ本当だったっていうところでですね、てつや率いるラルク・アンシェルのコピーバンド、ライク・アン・エジェルが5月30日ですね、2023年5月30日に大観闇ユニットでライブをするところですね、もうマジかってところですね。まあ、今回はそのライク・アン・エンジェルについてどう思うかですね、ちょっと語っていきたいと思います。それでは行きましょい。はい、ということですね。まあ、こちらのですね、ライク・アン・エンジェルなんですけども、まあこれね、てっちゃんのね、公式サイトで、ね、発表されてるんですけども、まあ、てつや率いるラルク・アンシェルのコピーバンドってところでですね、まだこう、メンバーがですね、もうベースのてっちゃん、てつやのみしかね、発表されていないってところで、で、ちなみに今、ファーストライブが開催決定ってところで、まあ、もしかしたらこれなんかね、セカンドとかもあるのかなっていう気もするんですけども、ちなみにこのお知らせのところに、まあ、もうしっかりとね、もう、本公演は、てつや以外のラルク・アンシェルのメンバーの出演はございません。でも、はっきりこう言ってますので、昔あったゾンビーズみたいな、こう、まあ、ラルク、なんかシークレットバンドみたいな名を隠して言うんじゃなくて、本当にこれは多分ラルクの3人以外のメンバーで構成される、バンドになってると、これは本当に思います。はい。で、まずこのニュースを聞いたときに、まあ、私、ドエルダル・ユースケンがどう思ったかというと、まあ、2つの感情が芽生えましたね。うん、まあ、1つ目はやっぱりちょっと悲しい気持ちと、もう1つは嬉しい気持ち。まあ、結局その2つなんですけども、まず悲しい気持ちっていうのは、まあ、単純になんかもう、アマプラのね、ドキュメンタリーとか見たりとかして、まあ、本当にこう、ラルクをこう、活動させるというか、動かすのってなんかもう、めちゃくちゃ今もう難しい状態なんだなっていうのが、なんかもうドキュメンタリーで伝わってきたんですけども、なんか本当にこう、まあ、てっちゃん自体がさ、すごいこう、アマプラのドキュメンタリーでも、なんか本当に僕はもう、なんかラルクがやりたいですみたいな。もう他のメンバーにも、なんか MC の時みたいな感じでもミーティングしましょうよみたいな感じ言ったりとか、本当に素直にてっちゃんって、もう本当にラルクがやりたい。もうラルクを活動させたいっていう、すごい気持ちを持ってるわけじゃないですか。まあ、他のメンバーも、まあ、なんかああいうアマプラのインタビュー見たりとか、ライブの感じとか見てると、別に、嫌いでもないし、いやむしろラルクやろうよ、やりたいよみたいな感じなんだけど、まあ、やっぱね、こう人間関係って難しいですよね。でも30年もね、続くバンドですから、うん、そこはやっぱりこうなんだろうな、なんかもう、一筋縄でいかないこうなんだろうな、コミュニケーションというか、まあ、関係になっているんだなっていうところがね、やっぱ伝わってきたので、なんか本当にうまくこう活動を改善させるのかな、なんかすごい難しいなと思って。で、その二つ目の感情のやっぱ嬉しいっていうのは、もうそうやってもうただでさえ簡単に活動できないラルクを、まあ、でもどうしてもてっちゃんラルクやりたいってところで思いついたのが、まあ、もうこのコピーバンドというか、もう他の人たちを呼んで、で自分がラルクの曲を演奏するっていう、なんか本当にこう、ラルクを求めてる、まあ、ドエルである、こう、ファンたちに向けて少しでも、こう、もうラルクをやれたいっていうのを、まあ、なんだろう、叶えさせてくれるというか、それが、まあ、これ、まあ、賛否両論あると思いますよ。まあ、それこそね、ハイドさんがね、組んだね、ラストロックスターズしかり、うん。まあ、賛否両論ありますけど、まあ、僕としては、すごい嬉しかったです、なんか。まあ、このままラルクの活動が全然できないままじゃなくて、少しでもこうラルクとして活動するために、ラルクとしてっていうか、なんかそのラルクの楽曲演奏したいみたいな、うん、まあ、てっちゃんソロで歌ってくれたりとか、まあ、レディーステディーゴーダーね、
の育夫さんをボーカルにして自分がベース弾いたりもしてたりしましたけど、まあ自分もやっぱりベース弾きたいんだなってちゃんっていうのがなんかすごい伝わってきたのがあるんで、まあその2つの感情みたいな、それと同時にやっぱりこう、ああやっぱ本当にラルクってなんか本当にもう簡単に動かせないんだなっていうのも、まあ知ってし、まあなんかそういうのもやっぱ改めて突きつけられたっていうのがあって、まあ悲しいって気持ちもあったりしたので、まあその2つの感情がね、芽生えたってところがあります。まあ、このライブなんですけども、5月30日のね、まあ代官山ユニットっていう、まあ結構小規模なライブハウス。で、このファーストライブってだいぶ話題性あるじゃないですか。そんななんかこんなな、ね、このキャパのライブハウスやるのかって部分がね、思いましたけども。はい。で、まあね、2部構成ですね。はい。まあ、最初が、まあ、4時オープンの5時スタートと、その次に7時半オープンの、8時半スタートのやつがあるところで。これ皆さんメンバー誰だと思いますか？僕の、まあ、個人的な予想をしますね、今回。個人的な予想、まずボーカルは、このね、Like an Angelって言ってるだけあって、まあね、やっぱカリスマのね、清原さんだと思うんですよね。まあ、黒嫁で、ね、Like an Angelって曲ありましたからね。はい。で、清原さんな気がするよね。うん。なんか一回あれだよね、てっちゃんの、ジューシーバナナってサポートギターしてる吉継さんの、生誕50周年ライブかな、なんか記念ライブとして、なんか記念バンドみたいな感じで、まあ、てっちゃんがベース弾いてたんですけど、その時のね、ボーカルもね、清原さんだったんですよ。だからね、それつながりでね、清原さんなんじゃないかなっていう気がね、ちょっとしてます。はい。もしくは、もう、てっちゃんと親交のあるボーカルって、もう西川兄貴でしょ。もうね、西川兄貴と、ああ、どうなんだろうな。でもなんかその伏線もあるじゃないですか。もともと、ラルクのボーカルって、西川兄貴に頼む予定だったんですよ、てっちゃんが。で、なんかそこはうまいことこう、なんだ、いかず、まあ結局その話はなくなったみたいなのを、なんかミュージックステーションとかでも話してましたけど、まあだから以前、その、てっちゃんと西川兄貴は、このバンドやろうよって話をしてたんですよ。だからその、なんだろう、約束がついにここで果たされるのかなっていう気もしてるわけもないですね。まあ、ラルクのコピーバンドってまたなんか面白いじゃないですか。西川兄貴とてっちゃんがね、バンド組むのが、ラルクのコピーバンドっていうのがなんかすごいそういう伏線回収みたいなのもあって、まあ西川兄貴なんじゃないかなって思いました。はい。ボーカルはね。まあ、あとは大穴として、ボビーですね。ボビーオロゴン。はい。まあ、てっちゃん仲いいですから、ボビーと。はい。なんでね、まあ、てっちゃんが、別にまあ、ボビー。まあ、ちょっとネタ枠って、いや、でもなんか結構ガチでやりそうな気もするんでね。なんか、結構ガチガチなメンバーで固めてくる気はしますかね。うん。まあ、あとはなんか、てっちゃんと親交があると言ったら、まあ、相川七瀬。七瀬姉さんですかね。が来るのかなと思って、まあ、でもね、清原さんが一番濃厚なんじゃないかなって気は僕します。はい。で、ギターなんですけども、まあ、多分このね、表記的にね、多分ギターに一人だと思うんですよ。まあ、ラルクもね、ギターはもうケンちゃん一人になってますから。ギターはね、まあ、それこそね、そのさっきも話した吉継さん、まあ、てっちゃんのサポートで弾いてる中村吉継さんか、まあ、同じサポートで弾いてる室姫慎さん。まあ、この二人なんじゃないかな、ギターで言うと。で、あとはさっきのその進行がある、まあ、TOKIO の城島リーダー。まあ、があるかなって気がする。まあ、でも、硬いのは吉継さんか、室姫慎じゃないかなって気がしますね。慎さんじゃないかなって気がしますね。うん、で、まあ、じゃあ、ベースがてっちゃん弾いて。ドラムですよ。ドラム誰やると思いますか？はい。で、これはね、おそらく、もう、桜なんじゃないかなと思うんですよ。ね、ラルクアンシェルのね。はい。ユッキーの前のドラムですね。の桜ですね。はい。桜兄さんじゃないかなって気がするんですよね。それこそさっき言ったその、吉継さんの生誕ライブの時も、そのスペシャルバンドがあって、まあ、ボーカル、清春、ギター、中村吉継、ベース、哲也、で、ドラム、桜だったんですよ。ここ二人がね、久々に共演して、だからね、このバンドもね、ドラムね、いや、桜兄さんなんじゃないかなって気がするんですよ。もうそれだったら激アツですよね。はい。ってところが予想としてあります。さあ、果たして僕の予想当たってるのか、皆さんね、ぜひ覚えておいてください。もしくは完全な素人たちで構成させるか。いやー、それはなー、ない気がするんですけどね。まあなんかね、チケット代もね、多分これライブってさ、5時スタートで、次の、公演が7時半オープンだから2時間もやらないと思うんですよね。うん、1時間半ぐらいだと思うんですよ。1時間半で、まあ、このキャパで1万1000円で、
てっちゃんのさチケットってもう少し安かったじゃないですか、チケット代。それが結構高いってことは、多分やっぱそれこそネームバリューのある名だたるねミュージシャンの人たちなんだ気がするんですよ。っていうのを考えると、この豪華メンバーが僕は思いつきましたって形でですね、これね、僕ね行きたいんですけど、僕ねてっちゃんのねファンクラブね入会していないんですよ。なんでね、まあ、一般のやつでね、まあ、当たればいいなって感じでね応募してみようと思いますんでね、ぜひ見てみたいと思います。はい、って感じでね、皆さんはどうしたらこのライフランエンジェルの発表についてね、まあね、正直、まあこれはやっぱそれをさっきも言いましたけど、賛否あると思いますけど、まあ、個人的にはね、なんか少しでもこうラルクとしてやりたいっていうてっちゃんの気持ちがすごい現れてきたんで、僕は本当このリーダーのやることはものすごい賛成したいなというふうに思います。まあ何の曲やるかですよねまあ楽曲のリクエスト投票、おそらく第一だった前回の30周年の時の、まあ、サイヤは投げられたをなんかティーザー映像にしてますけども、それをやるのかなって気もしますけどね。ライニバでなぜかやんなかったんでね、1だ、おそらく1だったんだと思うんですけど、まあ1やるとは言ってないですけど、って感じでございまして、私のライカンエンジンに関する感想動画になります。はい、よしきば、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではダスビッタニャ。